ファッションとエンタメの融合、平野翔とティフェニー・ゴドイの革命的コラボ。ティフェニー・ゴドイが明かす平野翔の素顔と撮影費は、彼の魅力の革新に迫る。ティファニー・ゴドイという名前を聞いたことがあるだろうか。彼女は、ファッション業界でその名を知られる存在であり、多くの国際的なファッション誌やブランドと仕事をしてきたクリエイティブディレクターであり作家だ。 特にストリートファッションとハイファッションの交差点を探求することで知られている。ニューヨークでキャリアをスタートさせた彼女は、その後日本でも多くの主要なファッション誌に寄稿し、日本のファッションカルチャーの発展に大いに貢献してきた。ゴドイのユニークな視点と鋭い洞察力は、多くのファッション愛好者や業界関係者から高く評価されている。そんな彼女が今回、 ボーグジャパン2024年8月号の編集者として、平野翔との出会いを通じて、私たちに特別なストーリーを届けてくれる。平野翔、彼の名前は日本のエンターテインメント界では誰もが知る存在であり、その魅力と才能で多くの人々を魅了してきた。今回の表紙撮影は、彼とゴドイの奇跡の出会いから始まる。その日、ゴドイは狭い路地に面したスタジオに向かっていた。 車で入るのは難しいとドライバーに告げられ、彼女は歩いてスタジオに向かうことにした。その時、彼女の背後で黒い車が止まり、金髪と笑顔が眩しい平野翔が車から飛び降りてきた。はい、と気さくに声をかけてくれた彼に、五度いもすぐに挨拶を返した。車も通れない狭い路地での出会いに、二人は笑い合い、共にスタジオに向かった。今回の撮影のテーマは、 ワイルドな西部青い空と太陽の光に照らされた平野のシルエットがくっきりと浮かび上がり彼の少年のような魅力がウエスタンをテーマにしたルイ・ヴィトンの24年周到ーーメンズコレクションを一層引き立てたこのコレクションをデザインしたのはシンガーソングライターから世界最大級のブランドのデザイナーに転じたファレル・ウィリアムスであり平野はその意義をよく理解していた長年のトレーニングと努力の結果 平野は瞬く間にトップに上り詰めたように見えるが、そのキャリアはまだ始まったばかりだ。彼のパフォーマンスはいつも観客を魅了し、その才能は多くの人々にインスピレーションを与えている。数週間前、平野はナンバーアンダーラインアイの一員として、ロサンゼルス郊外で開催されたコーチェラで海外初ステージを実現させた。この舞台は、かつてワイルドな西武として知られた場所であり、 平野とナンンンバーアンダーアダライン愛の高い志を示す絶好の機会となった東京ドーム公演では全日程がソールドアウトしゴートのパフォーマンスでは会場の興奮がピークに達し観客はゴートゴートと叫んだこの記憶は平野の心に深く刻まれ彼の未来に向けた大きなステップとなったボーグジャパン2 0 2 4年8月号のテーマはゲームチェンジャーであり エンターテインメントの世界に加えてパリでのオリンピック開幕を控えたスポーツ界も取り上げた世界各地のオリンピック出場選手をカメラに収めた美しいスペシャルストーリーも必見であり松田氏のサーフィンと阿部詩柔道も登場する彼らの強い意志とたゆまぬ努力は私たちに勇気を与えてくれるまたスポーツアイテムをメインにフィーチャーした特集には ストリートスタイルのミューズやランウェイブランドのスポーツウェアやキャップ、ポロシャツが並ぶ。ウェルネスをテーマにしたビューティー特大企画では、ヘルシーなボディやメンタルヘルスの重要性が解き明かされ、夏の到来とともにボディメイキングにもフォーカスしている。特にセルフラブビューティーガイドは、自己肯定感を高める美容メソッドとして多くの女性にとって価値ある内容だ。平野翔との撮影は、 ゴドイにとっても特別な経験となった。スタジオでの一瞬一瞬が、彼の魅力と才能を余すところなく引き出すためのクリエイティブな挑戦であった。平野の自然体の表情やポーズ、彼の持つエネルギーが写真に収められ、その場にいた全員が彼のカリスマ性に引き込まれていった。撮影が進む中で、ゴドイは平野とのコミュニケーションを通じて彼の深い思いを感じ取り、それが写真に表現されることで、 ただのファッションショットを超えた感動的な作品が生まれたこのような経験はゴドイにとっても大きな刺激となった彼女は常に新しいインスピレーションを求めそのために世界中を旅しさまざまな人々と出会い異なる文化や視点を吸収してきた平野との出会いは彼女にとって新たなクリエイティブな冒険の始まりを意味していた彼の純粋な情熱とプロフェッショナリズムは ゴドイの中に新たな想像力を引き出し、彼女の作品にさらなる深みをもたらした。その後、平野とゴドイは仕事だけでなく、プライベートでも信仰を深めていった。二人は互いの仕事や人生について語り合い、共に過ごす時間を大切にした。ゴドイは平野から多くのことを学び、彼の人生観や価値観に触れることで、自分自身の視野も広がった。一方、平野もまた、 ゴドイのの経験や知識から多くの刺激を受け彼のパフォーマンスや表現力に新たな要素を取り入れていったそんな彼らの関係性はファッション業界だけでなくエンターテインメント界全体に新たな風を吹き込んだ彼らのコラボレーションは多くのメディアで取り上げられ多くのファンや業界関係者から注目を浴びた平野とゴドイのクリエイティブな化学反応は新しいトレンドやスタイルを生み出し 次々と新しいプロジェクトが進行していった。特に注目すべきは、彼らが共に手がけたファッションショーだ。このショーは、ただの衣装展示ではなく、ストーリー性と演出が融合した一大イベントであり、観客を魅了した。ゴドイのディレクションの下平野はパフォーマーとしてその才能を余すところなく発揮し、ショーは大成功を収めた。この成功は、 二人のクリエイティブなビジョンと努力の結晶であり、今後のファッション業界に新たな道を示すものであった。さらに、平野とゴドイは共同でプロジェクトを進める中で、多くの若い才能を発掘し、育成することにも力を入れた。彼らは次世代のクリエイターやパフォーマーに対して、機会を提供し、サポートすることで、業界全体の発展に寄与していった。ゴドイの豊富な経験と知識、 そして平野の情熱とエネルギーは、多くの若者たちにとって大きな励みとなり、彼らの成長を後押しした。そして、ゴドイは彼女自身のキャリアにおいても、新たな挑戦を続けた。彼女はファッションエディターとしての仕事に加え、作家としても活動を広げ、その想像力を様々な形で表現していった。彼女の書く記事やエッセイは、多くの読者に感動とインスピレーションを与え、 その独特な視点と鋭い洞察力は、ますます高く評価されるようになった。平野とのコラボレーションは、ゴドイにとっても新たな成長の機会となり、彼女のクリエイティブなビジョンをさらに広げるものとなった。彼女は平野との出会いを通じて、ファッションやエンターテインメントの枠を超えた新しい表現の可能性を見つけ、それを実現するために尽力した。その後も、平野とゴドイのコラボレーションは続き、 多くのプロジェクトが成功を収めた。彼らの共鳴は、ファッションやエンターテインメントの枠を超え、多くの人々に影響を与え続けた。彼らのストーリーは、今もなお進行中であり、これからも多くの驚きと感動を私たちに届けてくれることだろう。最後に、彼らの成功の背後には、互いのリスペクトと信頼があったことを忘れてはならない。ゴドイと平野の関係は、 単なる仕事上ののパーートナーシップを超えたものであり、彼らの共鳴は真の友情と理解に基づいていた。このような深い絆が彼らのクリエイティブな力をさらに強め数々の成功を生み出したのだ。